九島城の航空写真大村神社社殿被全国大村城の地図久島城は日本の城。所在地は長崎県大村市久島。城は大村湾に突き出した半島の先端に築城された平山城で本丸、二の丸、三の丸から構成される。本丸は飛行15メートル程度、面積9458平方メートルのほぼ四角形で、 石垣で囲まれており、西に、古行門、南に、台所門、北に、絡めて門の三つの古行を持つが、天守は建造されなかった。二の丸は29,921平方メートルで、石垣はなく、中央に大規模な空堀を持つ。三の丸は、半島先端の79,091平方メートルの広大な平地でお船蔵や、船関連の役所が置かれている。 また、堀は、すべて海を利用したものであり会場の特徴を備えている。城の北側は遠浅であったため、浅瀬を伝っての敵兵の侵入を阻止するために、海中に捨て堀が築かれていたが、これは本城以外には見られないものである。本丸及び南側の堀の石垣が現存し、1992年には板敷き矢倉が再建されている。現在は大村公園となっており、 天然記念物の大村桜や勝負など季節、折々の花が咲いている。日本桜名所百選に選定されている。本丸跡は、大村神社の境内となっており、築城者である、大村岐前の遺徳妃や、最後の藩主となった、大村淳博氏の像がある。大村氏は、鎌倉時代よりこの地の地頭として、大村地方を領有してきた。1587年。 時の領主であったキリシタン大名、大村澄忠は、豊臣秀吉の九州征伐の際に、着手大村木前を、秀吉軍に参陣させ、領土を安堵された。木前も、父と同じくキリシタン大名であったが、後に、日蓮州に改修している。1598年の秀吉死後、政情不安に備えて、九島城の築城に着手し、 翌1599年には早くも三次路上から居城を移した。木前は朝鮮出兵に参陣しているが、慶長の役の順天井の戦いでは、木前を含む日本軍の古大名は3倍以上の兵力を有する名、朝鮮軍を撃退している。この三方が海に面した順天井を参考にして、追記場所が選ばれた。江戸幕府開復後も同地を領有し、 大村藩として明治維新まで存続した。城はその藩長としての役割を果たした。追記当時は北側が大手で、石垣は自然石を使った野面積みで築かれた。1614年より大村巡来によって拡張、改修され、大手を南にし、打ち込み萩と呼ばれる工法で石の角や面を加工し、 高く反り返る美しい扇の勾配を持つ石垣へと作り変えられた。この際、気前と親しかった加藤清正により設計指導を受けたとされる。その後、明治維新まで大規模な改築などは行われていない。明治維新後、1871年に廃城となり、建造物は破却された。1884年、本丸後に、 大村市歴代を祀る大村神社が建立された。1992年には板敷矢倉が再建されている。ありがとうございます。